配信3つ目のエンディングを見に行こうの末期です。今回始まるところはここですね。えーと、前回は、えー、こっからそのまま右に行って、髪の毛をかき,き分けて、あの、外に出たんですけど、その直前にここでセーブしとったんですよ。 だからこっからですね、あのー、なんか別のところに探索しに行ったらいけるんじゃないかっていう、何か見つかるんじゃないかなーっていう感じで見に行くんやけどさ、なんか新しい要素増えとんかなって感じで今から探索しようかなってところです。あ、なんかイベント入る 何あれ女の子じゃないぞ。なんか、坊主の子が、あれこれあれじゃない前回見たエンディングで鏡の中が映った子じゃないわあー遊びが上がってるわあ。<laughs> え,えじゃねえんだよ。<laughs> みおちゃんもええじゃねえんだよな。いや、普通に近づくんかい。 え、見えてないんあー、消えてるわー。知らない消えちゃったわー。なんこれ。うん、な,んな,なんか、みおちゃんの前にだけ出てきた感じだった。あー、これのイベントが入ったあたりで、なんか話が始まるんかなまったく。なんなんだよ。あ、ちょっと待って、自販機なんで俺調べたん <laughs> 動いてんのなんかなんとなく調べてみた自販機が <laughs> 動いていたというでもなんかあれやなあの男の子が現れたってことはその近くに何かあるかなと思ってこの自販機調べてみたんやけどさいやまさかほんまに自販機が何かあると思うんかっただってあの自販機さなんかありそうなのにさこれまでなかったけどさそうそう何かあるだろうと思ったもん <laughs>

<laughs> ならんわ。飽きになるんじゃ。<laughs> <laughs> うん、アホなアホらしすぎてアズンちゃんが <laughs>、うん、こんな変な催眠術かかったかのような目つきになってしまった。 買うハハッ使ないやあついないやあつかいい <laughs> でも財布持ってないんじゃってて子現代ダイ電子マネーならあるけどっていう発言がすごい現代子だ電源ダイなそうだろうな <laughs> んなお金持たずに一回出するんか、我 <laughs> <laughs> なんだああお前まさか、お前下に小銭に落ちてないかとか、あさようとしてるな、お前。さては。ありがとうございます。 パンツがもろに見えております。ありがとうございます。<laughs> まあ、BGM 止まったかと思ったらまだ始まっとるしい <laughs> な。奈々ちゃんさ、ワンちゃんさ、見せつけてきてない <laughs> パンツ見せつけてきてないんかあんた。<laughs> パンツ、もろに見えてるからな。お前 <laughs> うん パンツはもろに見えてるんだけどねなんかあるんかなまさかなんかあったっけな自撮り棒ってあったような気がするな <laughs> でもそんなアイテムなかったっけ使えそうな。トングがあるで。あ、ここで使うんか、トング。もしかして、火ばさみ。これも使えそうやな。自撮り棒的なもんはないみたいやけどな。これやな、おそらく。らんね、<laughs> うん、そのパンツ見えたことに対してしゃ、謝礼を払いたいぐらいやもんな。<laughs> あ、タッチできないとりあえず。<あ>奈々ちゃんが悪いんだよ <laughs> 奈々ちゃんがそんな体勢で誘ってくるから悪いんだよ <laughs> 火ばみだろ。あれ違うかな見つかるといいね呆き <laughs> れてものが言えんってやつやな。 あれひば、ひばさみじゃないんじゃ。三脚はいたりするではないんが <laughs>。アイテム足らんのかなもしかして。ストロー違う。えー、ないんかなビデオカメラ違うだろあじゃあないんかな アイテム足らんのかちょっと探してこなあかんのかなああここにガムテープがあったんじゃ。あれなんかガムテープって見たことある気がするかなあれ、ガムテープって証券なような、証券じゃないような気がするけど、あれ <laughs> 多分初見。<laughs> <laughs> 皆さん、ちょっとね、この部分に関しては、よく、よく、なかなか手がかりが見つけられなかったのでね、攻略サイトを見ました。そしたらね、えっ、ー、とねこれガ、ガムテープっていうアイテムがあったらしい。なんか見たことあるな、このガムテープ。あれ、これももしかして俺、あれなんかな もしかして、エンド1でやり直したときに、前は取りに入れとったけどさ、やり直したときに取らずに来てしまった系のアイテムだったかな覚えてないな。<laughs> 違うかもしれんけど。まあ、こういうガムテープっていうアイテムがあって、これと、火挟みを持った状態で、あの、自販機を調べたらですね、イベントがあるらしいん、ね、で、これ、簡易自撮り棒を手に入れた、これ自撮り棒なんと <laughs> か配信者やけんこういう、

なるほど。日さみだけだったらちょっと中が見えんけどライトをつけることででそのライトをつけるためにはガムテープが必要だったみたいな感じか <laughs> 感心してるなうう、ね、伸びたタイプやな <laughs> そういうことに関してだけは頭が回る伸びたタイプやな女版伸びたって呼んだろうかな <laughs> よした、これでとりあえず。ああ、まだパンツが。前の前度このパンツよな。ちょっとさ、パンツさ、見せすぎて、もしかしてそろそろこの動画、ここ危ういんじゃないかなって思い始めてきたけど、多分見せた時間が長かったらまずいかもしれん。わ <laughs> からんけどさ。これでいいんかな。来たみーは、映ってる大丈夫だよ。映ってる。 こういう感じでみおちゃんが指示出す感じになるんじゃどうすればいいんだろうでもどっちに動かすとか分からんなとりあえず動かしてみよう壁かじゃあ反対 なんか落ちたノイズうん行き過ぎた違うんじゃなじゃあ下行ってみようか手前手前手前壁かじゃあ反対側行こう 上難しすぎるんでこれも攻略サイト見てくるわ見てきたわお前下右右上 あたどり着いた !100 円玉か光ってでも何も100、100円玉はもろに見えてるわ。ほんまに100円あったわ。<laughs> あずにゃくはすっごい、<laughs> 呆れたような顔してるわ <laughs> てか、ノーヒントでさ、ここまでたどり着けることはある難しいだろこれ。 100円のためになぁ <laughs>。ね、でもこの100円玉何使うん昭和52年。買うんもしかしてほんまにし。ちょうど100円やし。ちょうど100円という <laughs>。買ってくださいみたいな感じなん。あ、入れた。買えた。どれがどういう飲み物か全然わからんけど、落ちちゃうよ。落ちちゃった。飲み物できた。ああ <laughs> <laughs> 全然関係ないものてきだ握手に興味極ま,いまいも出てきだ、ね、人形の首みたいにびっくりした人形とはい、ね、え首だけだと君は。 なんでできたんだって話だけどな、正直。はっは <laughs>、うん、っはっはっは。こんなん持っていても何使うんだろうなって感じやけどな。ん、真面目。<ー>人形の頭、こうわ。 何なんだろう何に突き刺すつもりで、そういう下の、首の下の棒があるんだろうな人形の胴体の部分に繋がるんかなえ、どうすればええんだろう <laughs> ここでのイベントはまあいいとしてさ。あとどうすればええんだろうあ、なんか、神社といえばあったな、なんか地下に。 地かになんか、祠みたいなのあったけど、そこに持てたらなんかありそうな気がするわ。確かこっちさ、おほあったんよな。<laughs> 間違えて近いっちゃったけど、こっちやったか、そういや。なんか関係ありそうじゃね人形の首にさ。確かこっちだったんよな。 えーっと、こっちはな、な <laughs> かなか現れんけん、すごいシンプルになるけど、あ、ここセーブポイントあるで。じゃあ、ここでセーブしておいて、よいしょ。えーっとね、あるよな、いかにもこっち関係ありそうな気がするけど、あれないんかな。ははははは。あれ名前調べても出てこないな。あ、ないよ。<laughs> 違ったんかな <laughs> 違ったわ。んなんかあるあ,鍵,あ鍵まだあんの,のあ、着ぐるみがね。うん。 小さ,小さい鍵かのああそういえば鍵しまっとったとこあったな思い出した言われてみればあそこかあそこの鍵があるんじゃ探索しようとはこんなのが見つかったあの中あるんかななんか関係あるようなもんがまさかここにアイテムがまあ眠っとったとは このゲームほんまはどこに新しいアイテムが出てくるかわからんな。ここよ。確かこうやったな。これちょっと閉めれん閉めれた。ここよ、ここよ。そういや、ここ影閉まっとったもんな。ちょうどそれっぽい感じやもんな。開いたよいしょ。なこれえ、なこれなこれなこれスクラップブック設計図こんなん何のために必要なん 外の空間に赤丸で、あ、地図の外の、なんかそこになんか隠された部屋みたいなのあるみたいな感じになってるもしかして。あとはスクラップブックに、地震工事遊園地、建設地から無数の子供の方で相次ぐ事故、関係者か。異例の地震災供養ともに、建設地から無数の子供の方で コステの山から鳥に変えこう伝説まで呪われた土地ティシーのティの歴史をたどる人形写真が丸いペンで質厚に囲まれている人形？さっきの頭のやつ？は。ってことはあの朝ボーテが言ってきた霊ってその方面の幽霊なん？ わあ何か建設中から何か何か殺された子供たちの骨をさそこに捨てよったみたいな感じの事件あるんかなああやっぱり炎人形 ってことは胴体の方を見つけて合体させて奉納すればいいみたいな感じなん設計,設計図。それ気になるな。なんか隠された部屋みたいなのあるん,れ事んる、ね、これは磁気の匂いですね。 スタッフに対して、なたを持って追い回したも、それ関係しとうかもしれんなーって。ちょっと見たいな。そのスクラップブックはどれあれ、どこあれ、こっちのアイテム欄に入ってないんスクラップブック。詳細的なの。あれ、ないんじゃ。見えんのあ、ちゃうわ。メモはこっちか。えー、どこえー、どれになるこれか。 これかーやけど別になんかちゃんと見えるわけではないんじゃ。左上ホテルの外の空間に赤丸で印がつけられる。外の空間あ、これあれじゃあこらの部分に丸ついとる。ええ、ま、結局ほら行くんじゃ <laughs> 結局祠らは行くんじゃな。<laughs> ああ、らは正解だったけど行くタイミングがちょっと違った <laughs>。 あ,あ、そうかそうか。あ、そうか、この人形、祠と関係あるんじゃねえじゃなくて、そういう感じじゃゲーム的にはダメなんじゃ。<laughs> ゲーム的にはこういう、祠の場所の裏付けっていうのを用意しなあかんのじゃ。フラグ立てなあかんのじゃ <laughs> うん。プレイヤーの勘でそこに行くんじゃダメなんじゃ。<laughs> この、プレイヤーキャラの3人は納得してそこに行かなあかん <laughs> そのヒントになるもんって入れてからやらあかんかった。<laughs> そうかそうか。 そういう感じですね。<laughs> 要は。だってさ、あのー、スクラップブックの設計図に抱えれとった丸の位置ってさ、ちょうどこの、非常階段を外、外から外に出て、左、向かって左の方、つまりこっち側に丸がついとったもんな。完全に祠の位置に丸がついとったもん。やけんは 迎えって感じだな,な、ゲーム的には。確かセーブポイントがこっちに公衆電話かかったけんそこでセーブしたい。うん。ここで一旦セーブして一応。お,ししおそらく、調べれば出てくるんだろうな。同罪の方。あれ <laughs> <laughs> あれ <laughs> あれ <laughs> デジャブ的なことが起きてますね何も出てきませんね頭を見つけてきた開けてけろ開けてけろあかへん開かん,ん <laughs> こんな勘が外れることってある <laughs> <laughs> ああんか出てきたいやこんなところにまたなんか新しいものが出てくるとか思わんか思わんだろうが普通 もうなんかさ、このゲームさ、最初なかったところにまた新しいアイテムが出てきたことだからザラではありすぎないよ。こんなんなかっただろ、どう考えても、お前。この箱は何だろうじゃないんだよなぁ。パズルあこれ頭使う系のパズルこれもしかして。ふーって文字がなんかよくわからんけど。えっと、どこにどう動かせばいいかっていう、あれがい、まずわからん。 封印の封っていう文字はいいけどさえー、っとこれこの封印の封をどこに持っていけっていう話なんかえ <laughs> まずこの封印の封あっなんかこっちにんか道あるなでもえー、っとなこっちをこうしてあっ違うな板こっちずらして えーっとねいなかなか難しいなこれえーこうしてこうしてうわっやばいむずっ ちょっと一旦戻ろう。リセット。多分こういうダブルのゲームやけんさ。戻ったらリセットされとんだろ。じゃあ、えもう、ももリセットされてない。<laughs> ない。え <laughs> なんかそういう聞かせてくれる感じのゲームな。えー、どうしようかな。こうかな。なんかこういう感じがするな。 えーと、じゃあ、だーなると、ここずらしてあ、こうしたら真ん中開くんじゃん。開くわ開いたわこっからやな。こうしてずらして、これをどうにかずらさなあかんのよな。あ、いけるんか、これで。いけた出てきたよっしゃーじゃあ胴体の部分じゃ。

あようやくあそこ行くんじゃ2回行って何も反応なかったけど3回目の正直やなこれなようやくあのー、他らのところ行くんか,誰かがんえっハハハハハ ね、聞こえてるじゃないか <laughs> どうしたのたどうしたのじゃねえよ。何だだ、その持ってったって何だろどっから聞こえてきたの誰がれてるのか。いや、俺にも見えてない。俺にも見えてない。いや、誰もおらんやな。<laughs> みおちゃんだけに何か見えとるわ。

知らんかったんかみおちゃんはこれは <laughs> あららららあら <laughs> とんでもないこのあってるやんめっちゃ人おるやんこれ全員骨か埋められた骨かの持ち主の例なんか <laughs> めっちゃ熱おったな、なんか1個の集会みたいな感じになってるわよな。なんだろうな,な、ゲーム大会でもやるんか、近所のゲーセンで。ガチでかそ <laughs> うでしょじゃないの <laughs> とんでもない霊能力持っとんな美穂ちゃん意外と。

何かに、ね、取りつかれたからこそスタッフに返して襲いかかったみたいななるほどだからその再び見たエンドはあんな感じでシャワーでシャワー中に襲われたわけなんじゃ

出ても生きられる保証なんてないし。ようやくじゃあ。ようやくあの小倉に行って意味が起きるはず。二回行ったんやで、俺。あそこ二回行ったんやで。でもさ、イベント始まらんかったもん。ようやく意味が起きるわだ。 ようやくじゃ。ようやくここが。いや、何回も見てんだよ何回も見てんだよ、お前らなんだ記憶失っとったんかあれまた鍵かかっとんか あなんかなんだろうな。鍵は鍵でもさ、金属の刺して回す系の鍵じゃなさそうな感じ溝が掘られてる。なんかはめ込む系の鍵っぽい感じがするけど、そんなアイテム持っとったあー。 あれまだなんか必要なアイテムある感じこれ。マジか。あ、なんか外れるなんか外れるええー、え、え、え、なんかなぁ、ライト当てたらさ、青く光る部分があるんよな、これ。あ、これがピースになったんえー、っと。 これをどっかにはめ込む感じなんか。回したりできるこれ。回せる。ええー、と、これで回せて、合うところがあるんだろうな。どっか。え、どこだここあこういう感じええー、と、これが、これがこれが、ええー、と、ここや。 おうおうおういいねでさあこれじゃないここここでこれがだねえー、っとどこだえー、ええー、どこどこだろこれこれこれ言ういや起きたいんよよし あ、入った、入った。で、次、これ。えー、っとね。はい。はい。で、最後、どっか、これか。こうだな。これできるんか。はいよっしゃーうまいこと言った。中に何があるんだろう。 隠し階段ええ、何かやばいもんが眠ってそう。どうするのレジスチルとかレジアイスかレジロックとかおるんかなえ、襲われちゃうよ。まだ髪の毛や、巻きついてきてエッチな目に遭っちゃうぞ。 <laughs> 宅配便かいる、<laughs> 留守やけん、荷物置いときましたみたいな感じかお前。よっしゃ、入れるぜ。